こんにちは、エバとたけしです。今回は他人の機嫌を取ることではなく、自分をキラキラと輝かせることを考えるというテーマでお話ししていきたいと思います。世の中にはあなたが楽しそうにしていると、一緒になって楽しくなる人と嫌な気持ちになる人がいます。あなたの笑顔を見ると気持ちよくなる人と、ムカつく人がいます。あなたが成功すると、一緒になって嬉しくなる人と、足を引っ張ってやろうと思う人がいます。世の中には、あなたの幸せを願う人と、あなたが幸せになることを許せない人がいます。あなたは、自分が幸せに生きることで、あなたの幸せを願う人を幸せにすることができます。あなたは、自分の不幸を願う人の、機嫌を取ろうとすると、自分を不幸にしなければいけなくなります。苦しんでいるあなたのことが好きな人の機嫌を取るためには、あなたは自分を苦しめる必要があります。すべての人に好かれたい、誰からも嫌われたくないという思いにとらわれると、自分を大切にすることを忘れてしまうことがあります。自分の不幸を願う人を笑顔にしたいと思ったら、自分自身を笑顔にしない、自分自身を幸せにしないという自己犠牲をするようになります。残念ながら世の中には、あなたが幸せになることを許せない人がいます。あなたが楽しそうにしていると、邪魔をしたくなる人がいます。あなたの笑顔を見ると、機嫌が悪くなる人がいます。あなたは、そのような人に理解されたい、理解してあげたいと思う必要はありません。そのような人を気にして、自分が幸せになることに罪悪感を抱く必要はありません。私が楽しそうにしていたら、あの人の機嫌が悪くなる。だから苦しい顔をしておこうとならないように気をつけてほしいと思います。あなたにはどんな時でも自分を輝かせることを考えていってほしいと思います。あなたが輝いていれば、あなたの幸せを願っている人は、勝手に幸せになってくれます。あなたは、自分を不幸にすることで、あなたの幸せを願っている人を不幸にしてしまいます。なので、自分がキラキラと輝くことで、幸せになる人がいると信じて、どんどん自分を幸せにしていってほしいと思います。あなたが大切にすべきは、あなたの幸せを願ってくれる人ということを忘れないようにしていきましょう。私は自分の幸せを願ってくれる人を大切にします。私は自分の不幸を願っている人の機嫌を取る必要はないということを知っています。私は自分が輝くことで幸せになる人がいるということを知っています。私は自分が幸せになることで周りを幸せにします。私はどんな時でも自分を輝かせることを考えます。私は幸せになることに罪悪感を抱く必要はないんだよと自分に語りかけています。私はどんどん幸せになってもいいんだよと自分に語りかけています。私はどんどん輝いてもいいんだよと自分に語りかけています。私はどれだけ邪魔をされても自分を輝かせることを考えます。私はこれからもキラキラと輝き続けることで周りをハッピーにしていきます。